皆さんこんにちは。とっても暖かくなりましたね。初夏のようです。で、今日はこの下駄を描いてみたいと思います。これは飾るキリンの下駄なんですけれど、花尾の下駄なんですけれども、これを私は玄関に主人の霧の下駄とこれを並べて飾ってあります。置いてあります。で、今日使う筆は中筆と面相筆、そして色はこの黄土色、そして朱14番ですね、そして胡粉、そして薄墨です。この4色を使って描いていきます。で、構図はこう斜めに下駄を描いてみたいと思います。並べてみたいと思います。それでまず 線を描いていきますね。ここは丸いです。面取りですね。こういうふうになっております。そしてもう片方の下駄もこういうふうに揃えて描きます。こことここと平行に描きます。そしてこの線をここにこういうふうにします。そしてこうなっております。ちょっと間違ったらこう線を書き直しても結構です。そしてこのここにこちらにこうして出ております。ここと平行になるようにこうしてしてくださいね。そしてこうします。そして前の方がここよりも3分の2のところで3分の1が前になります。ちょっとここ太くなりましたね。これでいいです。そしてこういうふうに、そして次は花尾ですね。花尾はぐっと前の方に印をして、こことここにします。そしてこれもこことここにします。そしてここはこういうふうに出ても結構ですから、後で消しますので
恐れないで描いてくださいね。これで出来上がりました。もう少し丸くてもいいんですけれども、ここはもう少し丸くいたしましょうか。そしてちょっと余分な線が見えますね。そうしましたら5分を面相筆につけまして、この失敗した線をこういうふうに白く塗って消します。消せないんですけれども、白色でこういうふうにしておきましょう。あとで色を塗った後にまたきれいに線を修正いたしますので、はい、これでよろしいかと思います。それでは、はい、色を塗っていきましょう。5分をたっぷり つけまして、そして黄土色ですねを少々、そしてこの色ですか、別に霧の下駄で なさらなくても真っ黒な塗った下駄でも結構ですし、赤い真っ赤な下駄でも結構ですし、お好きなように可愛く仕上げてください。そして描きながら浴衣を着て、お父さんと一緒に下駄を履いて手をつないで歩いている様子を
想像してみますと、とても幸せいっぱいですね。皆様のお嬢様もお小さい時はそうしてたんじゃないでしょうか。そして次はこれに薄墨の色を混ぜます。少し黄土色を混ぜて、薄墨を混ぜて、ちょっと濃い色で側面を塗ります。こういうふうに塗ります。そしてさらに薄墨を混ぜまして、最も濃い色をここにします。ちょっとここはみ出ましたね。そして次は面相筆で朱色をたっぷり付けまして、ここからこういうふうに塗ります。ここは大事ですね。ここ、こういうふうにここからこうして焼きすぎないように、ちゃんとこれだけは独立して色を塗りましょう。こういうところがとても大事なんですね。Thank you.
面相筆をうまく使えるようになると、とても描く幅が広がるかと思います。いろいろなものに挑戦できますね。できましたら、この鼻緒が乾く間にこの縁取りをします。濃い墨と黄土色ですね、黄土色を混ぜて、こういった色を作ります。そしてこういうふうに色を取りまして、はい、下駄の縁取りをします。こういうふうに修正しますね、線をこういうふうにね。そして次はこちらの下駄ですね、ここをきちっと続けてご覧になり、練習していらっしゃる方、随分面相筆の扱い方も慣れ、お上手になられたのではないでしょうか。こういうふうにして、はい、まっすぐにします。そして下駄ですね、ここもこういうふうに出しましょう。ここも、はい、同じ寸法にして、ここもきちっとしましょう。これで整いましたね。ちょっとここはこうしましょう。この方がいいですね。ちょっと修正しましょう。そしてこのここはちょっとはみ出ちゃいましたので、先ほども言いましたように、
白、髪の色にしてしまいましょう。後ほどここに色を塗りますから大丈夫です。ちょっとこういうふうにして消しましょうね。いろいろ失敗の直す方法も知っておくと楽しくなりますね。はい、こういうこれで結構かと思います。はい、良くなりましたね。そして次はこの染料した時の色で、まずこの鼻緒の穴が開いておりますから、ここをこういう風に埋めましょう。少し隙間が空いてますね。こういう風に色が出ちゃいましたね。後で直します。はい、ここもちょっと細い線でシュッとやっておきましょう。ここもこうしてしておきましょう。ちょっと30年も経っている下駄ですけれども、こういうふうに穴が開いておりますね。ご覧になればわかるかと思います。こういうふうに。そして次はかわいらしいお嬢ちゃんの下駄ですから、模様をつけてあげましょう。私は真っ赤な花をにしましたけれども、お好きな真っ黄色でもエンジでもピンクでも緑でもお好きな色になさってみてくださいね。でも赤が可愛いですよね。それでここに、はい、面相筆でたっぷり5分をつけます。そうするとここに雫のように玉ができますから、これで1、2、3、1、2、3と1、2、3、1、2、3とちりめんの花をですから、こういうふうに絞りでも何でも結構です。かわいい模様にしてあげましょう。はい、はい、この下駄を履いてふさ帯をしてお父さんと一緒に夜店でも行く姿を想像してもいいですし、お店へお買い物、コンビニエンスストアへ行くのを想像してもいいですね。はい、ここ濡れていますとちょっと色が乗りませんので、ちょっと今ここ乾いておりません。こうしてちょっとここは後でします。はい、ここで一応仕上がったという感じです。ちょっとまだ濡れてないところをちょっと埋めましょう。じっといたしましょう。それで先ほども言いましたように、はい、
薄墨で、ここですね。こういうふうに色が取れむれましたね。こういうところはちゃんと取っておきましょうね。こういうふうにして、こうしておきますといいですね。それでは言葉を書きましょう。冬の間、コロナでじっと辛抱しておりましたけれども、もう春が来てパッとどこかへ飛んできたいような気持ちに駆られますね。それで、思いっきり遊びましょう。最後の仕上げですね。鼻緒が乾きましたので、最後の模様を描いて仕上げましょう。これで満足ですね。はいはい、可愛くなりましたね。はい、ちょっとこの後ろが大きくなりましたね。まあいいでしょうね。
はい、そして下駄がこちらへ向いてますので印鑑はこちらに置くことにしましょう。このように黒の着物でビシッと引き締めてみました。それでは次回もお楽しみにしていてください。何にいたしましょうね。それでは次回もお会いいたしましょう。ごきげんよう。ありがとうございました。